告知、検証700回記念、9月28日土曜日、福岡でセミナーします。おごってほしい。これちょっと順番変えようかな。いや、これ言わなくてもいいですかね、もう言ってこう書いてあるから。ちょっと言いづらいですね。おごってほしい。カーメンブックメガタジョッパポお疲れ様です。サンキューベッド結果報告です。本日の福利で100ユーロ、163ユーロまでに増やしました。4ベッドで8,299円のプラスでしたという これ福利いいっすね。ちょっと、今度のセミナーはちょっと、ふ利運用みたいなね。新たなステージみたいな。福利運用でいいんじゃないですか。福利で増やす。和室みたいな。これ、見栄えがいいんで、これでいいんじゃないですかね。どっちにしろ勝ってるし。やること変わんないんで。はい。ということで、えー、中州に新たなスポットができましたということで。こちらですね。福岡。綺麗ですね。あ、これ工事中なのか。あ、ライトアップ。 いいっすね。や、やたらシャレオツじゃないですか。福岡。いいじゃないですか。これちょっと行きますよ。はい。福岡行きますん、ね、で、僕。そう。まあまあ、必然と9月28日は僕、福岡なんで。はい。9月28日、福岡です。僕も。はい。セミナーやりますんで。ぜひお越しください。多分、博多で、博多でやると思うんで。ぜひお越しください。 まあこんだけ飼ってるのはね、まあなかなかないですから、これを生で聞けるっていうのはね、まあ、どこの高学塾入るよりかはいいんじゃないでしょうか。<laughs> うガチですからね、これはね、まあこれからも検証続けてきましたよ、ね、続けていきますけれども、鷲津さんもね、僕死ぬまで送り続けますよって言ってくれてるんで、まあ、多分送ってくれるんじゃないかなと思うんで。 多分これもう700回超えましたし、や1000回超えて2000回3000回超えたぐらいで、ね、負け1日とかだってやばないですかもう多分ね、セミナー参加費いくらにしようかなみたいなね。セミナー参加費100万みたいな。いや、3000回検証して1日しか負けてない手法っすよ、みたいな。多分もう価値どんどん上乗せできると思います。あとは鷲津さん勝ち続けてくれれば、あの、もう証拠は残ってますんで。で、まあね、 あの一時期そのなんだ画像編集してるんじゃないですかみたいな人もいましたけどうーんそういう方はあのねもう何度も僕ちょっと物申したいですけどそこ,そこに関してはね「お前が編集して毎日動画撮れよ」っていうね「じゃあじゃあじゃあお前が毎日映像編集しあの画像編集してね動画毎日撮って人の人を騙せばいいじゃん」みたいな。 俺別にそういう気1ミリもないですからね。そもそもその騙そうとしてるがし人が毎日動画撮んないですよ。いますかそもそも騙そうとする人は逃げるんで隠れるじゃないですか。1ミリも隠れないですよ。そう。だからまあそのね、画像編集してんじゃねえかみたいなね、いう方はもうあの信用しないでください。はい、見ないでください。はい、以上です。